皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。チリダニは意外な生息場所からも生息検出されていると聞きますが、どのような場所がありますでしょうか。チリダニは衣服からも検出されています。これは室内で動植ダニが衣服に付着した場合もありますが、仕事は学校、保育園、あるいは電車、バスなど公共の場で衣服に付着した場合が考えられます。つまり衣服がダニの運搬、分布拡大の媒体になっていると考えられます。また靴や靴下、ブーツなどの意外な場所からも多数のチリダニが検出されています。特に履いているブーツの中は汗によって相対湿度が 95% ぐらいになりますかね、超えております。そこでまた足の体温によって当たられています。この度に梅雨時期以上の高温体質になります。ダニの餌も多く、ダニが繁殖して考えられます。